オマーン、オマーン国、通称オマーンは、中東及び西アジアの絶対君主制国家。首都はマスカット。アラビア半島の東端に位置し、アラビア海、インド洋とオマーン湾に面する。北西にアラブ首長国連邦、UAE、西にサウジアラビア、南西にイエメンと隣接し、さらに UAE を挟んだムサンダム半島先端部に飛び散。 ムサンダム特別行政区を要する。石油輸出ルートとして、著名なホルームズ海峡の航路もオマーン飛び地の領海内にある。正式名称は、スルタナトゥーマーン。通称、ウマーン。旧称は、マスカットオマーンド広告。公式の英語表記は、サルタメイトオブオーマン。日本語の表記は、オマーン国。通称、オマーン。一部では、 オマンする単国やオーマンという表記も見受けられるが、一般的ではない。アラビア語の発音では2番目の母音、マは長母音であるため、オマーマンというカタカナ表記が正しい。オマンと発音を縮める表記は、他の外国語でもありえなくはないが、英語表記を英語読みしたものを日本語にした、オーマンのようなアラビア文字の綴りやアラビア語の音音を逸脱した表記は日本語では間違いとされる。 生息アラビア語に従ったかな表記では、うまーんになる。国民、形容詞の英語表記はおまに。カブース原国王、スルターンは絶対君主制を維持しつつも、諮問議会、政治的実権を持たない設置や毎年の地方巡行を通じて、民進の掌握に努め、その政権の基盤は安定している。産油による高い国内総生産も、 政治の安定に寄与している。オマーンは湾岸協力会議 GCC の一員ではあるが GCC 名手であるサウジアラビアとは一線を画し他方面との友好関係を模索している。イランと良好な関係を有しサウジアラビアなどによる対カタール断交にも参加しなかった2017年カタール外交危機。一方で2018年10月には イランや多くのイスラム教徒が敵視するイスラエルのレンヤミン・ネトニアフ首相の公式訪問を受け入れた。原告王スルタン・カーブースの祖父にあたる先々、大国王、スルタン・タイムールは退位後に、日本人の大山清子と結婚しており、二人の愛の子が、無才な王女である、原告王スルタン・カーブースにとっては馬にあたる。マスカットでは、オマーン。 日本友好協会が日本語教育などの活動を続けている。2001年にはマスカット近郊のナシーブマスカット公園の敷地にオマーンヘア日本庭園が開園した。GCC 諸国では最初の日本庭園である20。2011年平成23年3月に東日本大震災が日本で発生した際には、 オマーンの王族系の企業から迅速な支援のために福島県南相馬市の落合後期に26億円の発注がされて話題となった。また、同年9月には日本人女性書道家、矢部清志ががマーンを訪問18の学校や機関で書道の指導やパフォーマンスを行った。中日オマーン大使館は東京都渋谷区広尾4丁目にあり、 ヒローガーデンヒルズと外苑西通りに挟まれた場所に位置している。中日オマーン大使館は2009年、平成21年5月までオマンエノキで知られる、千駄ヶ谷、エノキ坂に所在していた。2012年にオマーン、日本外交関係樹立40周年を迎えた。外交樹立40周年記念特別企画として、茨城県つくば市にある、 地質標本館にて特別展、砂漠を歩いて、マントルへ中東オーマーンの地質探訪が2011年4月から7月に開催された。陸海空3軍からなる。前述の通りイランとの関係は比較的良好だが、歴史的にペルシア、現在のイランに幾度も支配された経緯もあり、海軍はイランと接するホルムズ海峡に主力を置いている。 植民地であった関係からイギリス軍と関係が深い。イラク戦争やアメリカのアフガニスタン侵攻ではアメリカ軍に協力している。北西部には南部にはカラー山地が連なる。南部にワジタスまた飛び地としてアラビア湾とホルムズ海峡に望むムサンダム半島、ムサンダム特別行政区とマダを領有する。最高地点はアフダル山地のシャムス山。 標高3075メートルである。本土北部は、オマーン湾とアラビア海、インド洋に面する。東部沿岸沖には、マシーラ島が南西海岸沖の40キロメートルには、クリアムリア諸島がある。全土が砂漠気候に属し、バジを除き通常の河川が存在しない。古代より、入港の産地として知られる。マスカット、ソハール、スールといった都市が、 北部にサラーラが南部にある。マスカットの年間降水量は100ミリメートルで、降雨は12月から4月にある。最高気温は5月から9月にかけ3 5度 c を超える。南部のドファール地域はインド洋のモンスーンの影響を受け6月から9月にかけ降雨が多く、海岸で霧が発生し、ここ夏屋市の成長を助ける。国民生活や経済活動を支えてきた。 地下水は有事のために温存し、平時に使う水は海水淡水化で賄う事業を進めており、日本の伊藤忠商事などからプラントを導入している。オマーン国内に鉄道は通っていない。IMF の統計によると、2015年のオマーンの GDP は601億ドルであり、日本の岡山県とほぼ同じ経済規模である。 同年の一人当たり GDP は15,672ドルである。オマーンは、先代、サイード国王の下で、鎖国的政策が行われ、経済は停滞していた。1970年に就任したカブース国王は、開国を進め、国内経済は大きく成長を遂げた。オマーンの工業の中心は、原油生産、4,469万トン。 2003年時点で輸出額の76.7%を占めており、天然ガスも産出する。原油関連設備の近代化による収入の安定は、オマーンの成長に大きく寄与しいる。金属資源としては、クロム鉱石、銀、金を採掘するものの、量が少なく重要ではない。オアシスを中心に、国土の0.3%が農地となっている。 河川がないという悪条件にもかかわらず、人口の9%が農業に従事している。主な農産物は、夏目屋市25万トン、世界シェア8位、2002年時点。穀物と根菜では、ジャガイモ13キロトンの生産が最も多い。その他、冬場の日本での生鮮サイ,インゲンの流通を補うため、日本向けサイ,インゲンの大規模生産も行われている。 オマーンは東アフリカ、中東、ペルシア湾岸、インドを結ぶ航路を訳する戦略的に重要な位置にある。特に南部のサラーラには経済特区や大きなコンテナ港が設置されている。これらの経済政策で外資企業の誘致を進めている。マスカットとサラーラの中間にある東部沿岸のズクムでも港湾と西遊所などを組み合わせた経済特区を開発中である。 こうした、対外開放、工業化政策の背景には、石油の火災年数、埋蔵原油を商業ベースで開発可能な年数が2018年時点で、あと15年程度という事情がある。紀元前、4000年前から利用されてきた入港は、現在でも時制、幸いしており、イスラム圏で広く使用される。2010年の調査によると、 全人口に占めるオマーン国籍の割合は70.6%、外国人労働者は81万6千人を数え、29.4%を占める。大半のオマーン人はアラビア半島に祖先を持つアラブ人であるが、現在のパキスタン南部を起源とするや中央、アジアやイランを起源とするアジャム人のほか、東アフリカにルーツを持つ者もいる。 外国人労働者のうちインド人が465,660人を数えるほか、バングラデシュ人が107,125人、パキスタン人が84,658人などとなっている。家政婦として働くインドネシアやフィリピンから来た東南アジア人女性も多い。外国籍のアラブ人は68,986人を数える。公用語はアラビア語。 バローチ語や、南アラビア諸語のシャフラ語も広く使われる。その他、ツアヒリ語や、外国人労働者の言語、ヒンズー語、シンド語、ウルグー語、タミル語、タガログ語なども使われている。また、イギリス植民地であったことから、英語は広く使われている。アラビア語の口語、アーンミーヤとして、オマーン方言、ドハール方言、シフフ,フ方言、ワンガン方言が使われている。 宗教はおよそ3、4がイスラム教のイバード派、1、4がスンナ派に属している。さらに、外国人労働者の間では、ヒンドゥー教やキリスト教が信仰されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。